皆さんこんにちは、ルーチェの愛です。本日はルー文字のイングについてお話をしたいと思います。イングは北欧神話の神フレイを表すルーンです。フレイは豊かさや豊穣を司り、子沢山の神でもあります。このルーンが出た時は努力の成果が出て豊かな実りを収穫できる時期が来たと言えるでしょう。また穀物の豊かな実りや子沢山を司るイングは、あらゆる生命の誕生や子孫が繁栄することを表す生命力がとても強いルーンです。そこからは円満な家庭環境が生む愛情や人生の充実した喜びを感じることができるでしょう。次は実際に占いでイングが出た時の意味をご紹介いたします。イングが正位置で出た場合、努力が実り大きな成果が得られる、理想的な幸福を手にすることができる、周囲と充実した関係を築ける。イングは逆さまになっても同じ意味なので逆位置はありません。イングが出た時は生み出すエネルギーが強く、さまざまな形でご自身が発展していく時と言えるでしょう。思っていたよりも大きい成果を得られる場合もあります。あなたの充実した幸せを周囲にも分け与えることで、自分だけでなく周りの人も幸せにしていきましょう。ぜひこの動画でルーンの意味を知って、ご自身の占いに生かしてみてください。